ビンビンしてる。ビンビンブラッシュ TV。 はい頑張れ、はい、じゃあ行きましょうか。はい後半戦、トム・フリーがしごくブラッシュ M−1 の道。どうやって、今年こそは M−1 出場と意気込む俺らの腕を上げるべく、ちょうどそのトム・フリーがある写真を議題に約2分間、妄想だけでトークを広げる爆笑ハリケーンコーナーです。イエーイ。では写真を見ましょうか。いやー、これはね、ほんまにね、本当に緊張するよね。緊張するよね。もう想像力だけの信じるものは自分の想像力だけだからね。妄想もう予想言えよお前。ここ今一番大事なんだよ。一番大事なとこやんか今。俺も忘れた。さあ頑張っていこう。さあ今週の写真はこちら。妄想しようなんやこれ。リアルやしリアルやしこれ。動物好きやな。うちの P は動物が好きですな。もう豚やもんだって。あ、そうか豚やもんな。あ、だから犬とか猫とか出すんやな。悪いやつやな。はい、ということでやってきましたよ。ミュージックストップ。私が先に見つけたレタスよ。今日はタイムセールスでだって20円だもん。先行かないで。Oh my god。 俺はそこに行きたいんじゃないんだよ。あの向こうの雲の上のハウルへ行きたいんだよ。嘘つけないでよ。レタスでしょ。違うってば。俺はあの向こうの夢を見たんだ。その時に俺の嫁さんのパンティーがこう言ったんだ。向こうのハウルに行けばレタスはなんと3円で売ってるってね。嘘つけないでよそんなもの。私見てるのよ。目光ってるでしょ。見たのよ。今日も5枚も6枚もチラシよ。あんた嘘つかないで。そうはついてないよ俺は。見ろよ目の前のこのハエみたいなやつ。俺を応援してそうにこれを食べようと思ってるんだ。もうレタス我慢できないんだ俺は。これをもう食べちゃう。食べちゃいたい。食べようかな、どうしようかな。そんなことどっちでもいいのよ。私の右足と思ってるでしょこのキック。違うのよ。斜め前から出てるのよ。斜め前の方から。そうかい。斜め前から出てるのかい。斜め前の方から出てたらそれはもう僕も予想外です。帰れとか言うてもう想像できひんこれでしょ。もう全部お味噌の右の端まで全部出てきた俺の想像は。はいはい。ということでどうでしたか。今回どうですか。どういう歌かよかったですか。楽しませていただきました。ありがとうございます。疲れるよねこれ。よし、じゃあ次のコーナーいいよ、行きましょうか。ウェルカムアップ。もう次どうやったのよかった。では、いくよ、ウェルカムアンのおすすめアーティスト。はい、この想像の後のリアル。ここ唯一の僕のコーナーです。そうです。ね、今回もいいアーティストです。まあ名前は結構元祖の有名やと思うので、まあ僕が言わなくても、今日はコメント聞いていただいて、ナイスな曲を早速いきましょう。僕のトークのイメージダウンをさせないのでね。今回のおすすめアーティストはこちら。はい、ということでゴラシテリ今回のゲストでございます。今回流してもらう曲なんですが、曲は何でしょうか？どんな曲ですか？なるほど。今あれですよね、アルバム的な。そうですよね。いつぐらいですか、予定的には？6月末か7月頭を予定してます。そのアルバムはやばいっすか？よし、じゃあまたそのアルバムできた時はぜひまた曲紹介させてくださいね。ういっす。じゃあ皆さんで曲紹介してもらっていいですか？そうやね。まあいいじゃないですか。いい思い出できたでしょう。ではやりましょう。はい。ブラウンシュガーのときめき。ごめん。ときめきメモリアル。ブラウンシュガーと過去の写真を振り返り、花のない5人の思い出に花を咲かせましょう。ということで今回の写真はこちら。オーマイシェットこれすごいやられたよ。前回あれですよ、ウェルカムマンのマーク考えたから、多分うちのプロデューサーがこじり出してきましたよ。やられたよ。それウェッサイもう恥ずかしいもうウェッサイしてる。これ5人やね。でも一応ね、今日来てアニメで見た人がおるから、ウェルカムマンのマークを言うときましょうか。ウェルカムマンはこれウェッサイじゃないです。これです。こら、お前やるなお前。俺のマークや。すいません、もうやっちゃってますね。全員人がお好きですよね。なんで俺前なんやろねこれ。あんま変わってないね、だけじゃん。でも生きて腐れたこの顔色悪い。顔色悪くない。汚い。泥沼のちゃんと叩けよお前。でも僕たちの男オリジナルですよね。すいませんでした。勘違いしました。じゃあこれ聞いてみましょうか。いくよ。5月9日ね、ブラウンシュガーがやりますよ。無料ライブの有名な方も来ます。来てください。ね、ホームページ見ていただいたらわかります。あと5月の個人的なスケジュール。いいよ。5時じゃない、5月の26、セトラッパンね、1回目のゲストに来ていただいたり、セトラッパンのエリアゲリラという、大きいビッグイベントの7周年に僕出ます。謎のユニット、ウェルカムマンエンド、ワールドワイドな彼を招いて、面白いことやりますんで、彼いいですよね、ぜひ遊びに。あと5月の20日にシェードツリー、ね、勇気に交換のやつやってシェードツリーが出ます。僕なんと MC で多分やると思う。もうどこに出るの？近いです。パンコーパンコーどこで？どこで？どこに？どこで？どこで？それいいな。いいよ。それ使おう。どこで？どこで？今どこで？どこで？じゃあパンコーで。はい。ぜひ来てください。じゃあ次回のごよし TV ご意見ご感想いろいろお待ちしております。ということでぜひディスったりとか応援とかほんまによろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。ビンビンでできてるビンビンブラッシュ TV バイバーイ。